ミントンスーパーシリーズファイナルの男女シングルスで日本勢初優勝の快挙を果たした桃田賢斗と奥原希望が開催地ドバイから帰国しました。世界のトッププレーヤーたちに認められる選手になれたっていうことはすごく嬉しいですし、同級生の奥原選手がすごいいい試合をして、それがすごい刺激になって、年間上位8人で争う世界最高峰の舞台、奥原は決勝でロンドンオリンピック銀メダリストを相手にストレート勝ち、日本勢で初めてファイナルを制しました。一方、同学年の奥原に刺激を受けた桃田はネット際に落とすヘアピンを武器に相手を翻弄、こちらもストレート勝ちで初優勝を飾りました。優勝賞金は8万ドル、日本円にしておよそ960万円の使い道を聞かれた桃田は、周りの人が分かるぐらいちょっと派手な生活をして、でその派手な生活を見て子供が憧れて、ガキンチョが憧れて、次僕みたいな派手な生活をしたいなと、もっと派手な生活をしたいなと思ってくれればいいと思うので、ちょっと、日本になりたいなと思います。